こんにちは、アートクレイチャンネルのジンです。今日はですね、このアイテム、水筆ペンというんですが、この道具の使い方をご紹介していきます。見えますかね、中に液体が入っています。この持ち手の部分をくるくると回して、この中蓋といいますか、これを取っていく と、ここからですね、水を入れることができます。この道具、通常の細筆などと違い、水をですね、こんな感じ、筆の先端をこういうふうに押し付けると、タンクの中の水が、じんわりと、適量染み出してきます。どんな時に使うかというと、例えばですね、リングを作る時、この付箋紙に水をなじませていきます。皆さん経験があると思うんですが、水の量が多くて粘土が滑ったり、あるいは水の量が足りなくて、粘土がしっかりとくっつかなかった経験って、ありませんかね。今回はこの水筆ペンで、水を適量、つけているので、これつなぎ目つないでないんですが、付箋紙に粘土がしっかりくっついています。あとはですね、この水筆ペンでつなぎ目の部分に水を加えて、いつものようにですね、このつなぎ目、しっかりと粘土同士をなじませていきましょう。で、リングの形作ったのにこういう風にひびが入ってしまったことも、皆さん経験があると思います。この水筆ペンを使えば、周りの粘土を、水で、溶かしてペースト状にしながら作業をすることができます。なので、ペースト状になった粘土がひびを埋めてくれますので、こういったひびの補修にも最適です。で、次に、こういったシリンジワークですね。下書きをして、綺麗に作ろうと思っても、ちょっと、やべ、失敗しちゃったっていうこと、ありますよね。私、ちょっとシリンジが苦手なので、こういうこと多々あるんですが、水筆ペンを使えば、水をですね、加えながら作業ができますので、このシリンジ線の形を崩さずに、形を整えることができます。こんな感じですね。なので、綺麗に形を、修正することができました。で、こちらはですね、いつも使っている細筆の先端と水筆ペンの先端です。見てわかる通り、先端の、毛先がかなり細くて、細かい、作業に適しているんですね。なので、どういう、ことができるかというと、例えばこれ、いつも使っている筆なんですが、葉っぱに塗る、ペーストタイプを葉っぱに塗る作業ですね。ちょっと塗ってみましょうか。いつも通りこういう風にですね、薄く伸ばしていくんですが、いつも通りですよね、こんな感じ。比較するためにちょっと片側全面に、塗っておきましょう。こんな感じですね。で、今度は水筆ペンを使っていきます。この水筆ペンで、作業をしていくんですが、筆に常に水分が、含まれているので、ペーストタイプをですね、かなり薄く伸ばしながら作業をすることができます。こういうふうに片側全面塗りましたが、ちょっと比べてみましょうか。こんな感じですね。左側が水筆ペンを使用したものです。下の葉脈が見えるぐらいかなり薄くペーストタイプを伸ばして作業をすることができます。水筆ペンは、粘土に常に水分補給をしながら作業のできる便利な道工具です。皆さんぜひ使ってみてください。それではまた次回の動画で。